私の名前は水木。アパレルメーカーで働いていますが、私は華やかなイメージに見合わないジミ子。もともと総務課希望だったのですが、どういうわけか企画部に配属になってしまったのです。いくら希望を出しても部署は変わらず、みんなからジミ子のくせに企画なんて似合わないと陰口を叩かれています。特に同じ部署のゆか先輩は私のことが気に入らないようです。ある企画の打ち合わせの前日、ゆか先輩からこんな LINE が来ました。ジミ子、明日の打ち合わせなんだけど。はい、何でしょうか。あんただけ現地集合にしてくれない？え、会社から一緒に行きましょうよ。いやよ、あんたと知り合いだと思われちゃうでしょ。知り合いだと思われるも何も、同じ会社の社員じゃないですか。本当はあんたが打ち合わせを断ればいいのに。いや、私の企画なんで。あんたジミ子のくせに企画力だけはあるんだよね。褒めていただいてありがとうございます。褒めてないし、その企画力ほんと無駄よね。はあ、とにかく明日は現地集合でよろしく。ゆか先輩はいつもこんな風に私の地味さをディスってきますが、一応私の企画力は認めているようです。地味でダサいと言われるけれど、私なりのファッションポリシーを持っているつもりです。華やかさに欠けるのは自分でも分かっていましたが、長く着られるようなものを選んで、バッグも靴もそれなりにお金をかけていました。翌日はカリスマモデルのりょうさんと対談企画でした。我が社の商品を着ての撮影ということで、ゆか先輩の気合の入れようは相当なものでした。当日の先輩はパステルカラーでコーデしていて、いるだけで花がありました。さすが部署一番のおしゃれ女子です。ジミ子、あんたまたそんな暗いくすんだ色着てきたのね。まるでおばあさんみたいじゃない。え、そうですか？それにそのメガネなんとかならないの？いつも言ってるでしょ、女性は見た目が大事なの。あんたみたいに見た目を気にしない人がいくらいい企画を出しても、それじゃ説得力ないでしょ。はい、メガネは度数がきついのでぴったりのものが見つからなくて。まあいいわ、この企画は私が作ったことにするから。え？だってそんな野暮ったい人がファッションを語るなんておかしいわ。うちの会社の評判を落とすようなものよ。あ、はい。とにかく打ち合わせに使う資料を私に送っておいて。わかりました。打ち合わせではゆか先輩はまるで自分の企画のように上手にプレゼンし、満足そうでした。プレゼンが終わると次はカリスマモデルりょうさんとの対談です。私は密かにりょうさんとの対談を楽しみにしていました。彼のファッション論を何かの本で読んでから興味を持つようになったんです。プレゼンが終わり休憩していると、ゆか先輩からこんな LINE が来ました。ジミ子、あんたそんな格好でりょうと対談するつもり？え、ダメですか？ダメよ、天下のりょうよ。そんな地味な服じゃりょうに失礼だわ。え、どうしたらいいでしょう。用事があることにして帰ったら？え、それはいくらなんでも。別にあんたなんかいてもいなくてもどっちでもいいんだけど。担当の田畑さんとも今日初めてお会いすることになっていまして、お会いできるのを楽しみにしているんです。ああ、わかったわかった。ほんと融通が効かない子ね。じゃあせめてそのメガネだけでも取りなさい。見ていて陰気臭くておしゃれじゃないわ。あんたコンタクトは持ってないの？家にならありますけど。もう使えない子ね。すみません。じゃあ買ってきなさいよ。え、今からですか？そうよ、そのメガネを取って髪を下ろしたら少しは見れるかもしれないわ。そうですか、でも時間ありますかね？大丈夫よ、さっき担当者に聞いたら始まる時間が1時間遅くなるらしいわ。そうなんですか？田畑さんからは連絡ありませんでしたけど。向こうも慌てていたからね。そうなんですね、田畑さんに確認しますね。私の言うことが信用できないの？いえ、すみません。とにかく少し遅れたって私がフォローするから。わかりました。ゆか先輩にせかされて私はコンタクトを買いに行くことになりました。確かにこのメガネが余計地味にしているのは自分でも分かっていましたが、目が痛くなってしまうのでこのどのきついメガネのまんまにしていたのです。幸い私がコンタクトを買っているチェーン店が近くにあり、コンタクトを作ることができました。
少し時間もかかったけれど、慌てて縛っていた髪をほどいて、少しメイクも直して対談場所のビルに戻ったのです。するとゆか先輩から、対談中止になったから会社に戻ったという内容の LINE が来ていました。せっかくコンタクトまで買ったのにと、少し残念な気持ちで帰ろうとしていた時でした。前からゆか先輩とスタッフりょうさんが歩いてきて、私を見るなりいきなり駆け寄ってきて、こんなことを言ったのです。みずきさんじゃない、一体どこに行ってたの？対談が中止だと聞いたので。誰がそんなことを。あなた、どうしていつもそんな勝手なことばかりするの？どういうことですか？対談が中止だと聞いたのですが。誰がそんなこと言ったの？あなたのいい加減な判断が皆さんに迷惑をかけることになったのよ。早く皆様にお詫びして。私からもお詫びするから。私の勘違いで今日は中止になったと思ってしまいました。ご迷惑おかけして申し訳ありません。本当に申し訳ございません。りょうさんにもご迷惑おかけしまして。君がみずきさん？はい、今日は本当に申し訳ございません。皆さん、お詫びと言ってはなんですが、今回の親睦を兼ねてお食事に参りましょう。お店はこちらでご用意しておりますので。ゆかさんは気が利くな。企画も完璧、対談も完璧、しかも美人。またまた、そんな風に言っていただいて恐縮です。じゃあ行きましょう。彼女は用事があるみたいなんです。デートじゃないですか？デートのためにお目かししてたんだね。今の若い子は仕方がないよ。ゆか先輩は初めから私を外すつもりでいたのでしょう。後で部署の同期から聞いたら、ゆか先輩はずっとりょうさんのファンで、いつかお近づきになりたいと思っていたのだそうです。りょうさんからじっくりファッションについて聞きたかったのに、とても残念な気持ちでいっぱいでした。それからしばらくして、私の元に一通のメールが来ました。差出人は田畑さんでした。そこで私は驚きの事実を知らされたのです。秘密を共有した私たちは、その日から連絡を取り合うようになり、だんだん親しくなっていきました。私たちが交際を始めるのに、そう時間はかかりませんでした。それから数ヶ月後、私は田畑さんからプロポーズされ、喜んでと返事をしたのです。そして会社の皆さんに田畑さんを紹介する日がやってきました。おはようございます。え、あんたジミ子？メガネ取ってるし、すごい美人じゃない。まあ私より落ちるけど。ありがとうございます。それよりちょっと、あんた結婚するの？はい。今から挨拶に来るんだって？ちょっと誰よ、誰誰誰？田畑さんです。田畑？ああ、あの時の。よく覚えてないわ。ジミ子の彼氏なんてどうせ地味地味だからな。興味ない。こんにちは、ゆかさん。キャッ、りょうさん、サプライズで私に会いに来たんですか？この前はありがとうございました。わざわざ LINE いただいて。りょうさんのお誘いなら OK ですよ。いい感じのお店ですね。そうでしょ、ゆかさんおしゃれだしね。はい、バッチリです。よかった。あなたはみずきの先輩だから、一番に喜んでもらいたかったんです。え、誰ですかそれ？僕のフィアンセで、あなたの後輩ですよ。名前を聞いてもわかりませんか？ジミ子って呼んでましたもんね。ゆか先輩、私の婚約者のりょうくんです。なんで？僕、田畑りょうです。あの時企画担当としてプロジェクトに参加していたんです。みずきの感性にいつも驚かされてて、あの日あなたに邪魔されなければ一緒に対談できると楽しみにしてたんです。いや、その邪魔なんて。わざと時間ずらしたり、みずきの企画自分のものにしたりしていたそうですね。それはね、ジミ子、いや、みずきさんがやりたくないと。もういいでしょう、りょうくん。ゆか先輩、お世話になりました。私の結婚式ぜひ参加してくださいね。私はカリスマモデルであり、アパレル会社を経営するりょうさんと結婚しました。りょうさん自身がプロデュースするチャペルで仕事仲間を呼んでパーティーを開いたのです。ゆか先輩はお酒をガブ飲みして集会を晒し、みんなから品種を買ってしまいました。
そして今まで私に押し付けている仕事を自分でやるようになったことで、仕事ができないことがバレてしまい、海外の僻地にある工場へ移動になったそうです。おしゃれをする余裕なんてない過酷な業務でボロボロになっているんだとか。私はというと、企画力を買われりょうくんの会社で仕事を続けています。そろそろ赤ちゃんが欲しいから仕事をセーブするようと毎日せがまれちゃっています。仕事もプライベートも充実していて、とても幸せです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。